里崎チャンネル。ジョン。こんにちは。さあ今日はどこの球団行きましょう。今日はねセリーグ、はい、中日ドラゴンズです。おお、ここのところいい感じの、はい、ね、はい、A クラス入りするんちゃうかっていうね。はい、最初でも佐藤さん優勝予想してるぐらい強いって言ってましたからね。だから2位ぐらいになってくれたら俺のね、はい、面目も保たれるんだけど最低でも、まあ、まずは昨年のドラフトの通信簿というところで、はい、まあ、抽選でねこの東邦の市川君を引いて、うん、で2位に橋本君の大正代から、はい、佐々木絶賛の、そう去年言ってましたね、めちゃくちゃいいってそうと思ったら、はい、でも1軍にはやっぱり開幕当初からいたんだよね、うん、でも14試合で防御率 7.41 と、はい、でも2軍では9試合で 1.65 だから、うん、まあ1軍の壁だね。そうですね、これを乗り越えていけるかどうかっていうところで、まあ、やっぱいいものは持ってると思うんだよね、はい、これが1軍でどうなるかがね、まあ、だから当初から出てましたからね。そう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 、うん、でまあ、市川選手はね2軍で52試合52安打だから1試合に1本ヒットっていう計算だから、そうです、打率がまあ2割2分2厘、2割8分6厘2軍ではね、あ2軍ではそっか、で本塁打3本打点20盗塁3だから、はい、まあ、高卒1年目で考えたらいいんじゃない、うん、2軍でもしっかりで1軍でもね2割2分2厘14試合でね、まあ、一時上がってましたけど、はい、まあこっからのってこと考えたらまあ楽しみですね。そうですね、1軍でも8本ヒット打ってるんですね。そうそうそう、まあいい形でね、はい、で橋本選手もやっぱいいところを見せてるだけにこの1軍の壁を乗り切れるかどうかっていうね、うん、こっからどうなるのかっていう、はい、で3位が岡野選手、東芝から完成度はアマナンバーワンの呼び声が高い、即戦力は抜群の制御力で多彩な球種を操り決して大崩れしない勝てる投手っていうところでね、防御率が 5.36、9試合2勝2敗、はい、ちょっと大崩れしちゃうね、うん大崩れ大崩れしないタイプ、はい、いやでもまあ1軍に出てるっていうところでも、ね、まあ9試合ね、でも2軍では4試合で2勝0敗防御率 1.61、 やっぱ2軍では、うん、だやっぱりねこれぐらい出さないと、はい、これぐらい出しても1軍ではこうなっちゃう、うん、だから言ったでしょ、1軍と2軍めっちゃ違うから、でも天と地の差って言いますもんね。でも、まあ、2軍、でも2軍でもしっかり結果出すことが大事だから、はい、だからまあ2軍でっていうところを考えたらいい形ですよね、うん、1点台ですからね、だからこの1軍の壁だね、はい、で次、郡司選手、はい、慶応からキャッチャー、うん、1年秋からマスクをかぶり続け、夏には日本代表にも選出された経験値十分の即戦力報酬、はい、っていうところでね、まあ、即戦力にはなってませんけど、即戦力の、ね、基準をねそうそう前回の動画で言ってましたけどね、はい、だから岡野選手もね、うん、即戦力にはなってませんけど、はい、まあでも9試合だからあとシーズンはまでなるから10試合は、うん、そうですね、その岡野選手もね、だそしたら半分だから、はい、まあ、即戦力になったって俺の定義になるからね、はい、でも郡司選手はな、ね、でも2軍では16試合で11アンダーホームラン1本打点43割6厘だから 1軍の壁だね、はい、でも今年キャッチャー一軍はさ、うん、木下とか、うん、あとアリエル・マルティネスとか、はい、あの出てきたキャッチャーがいたんでちょっと層がね固まりつつあるんで、はい、勝負ですね。そうですね、でも2軍でもしっかりね結果出してるところは大事ですね、はい、まだねこれからですからね、うん、で5位、はい、岡林と選手、うん、小物高校だったんですかね、岡林選手は投手なんですよね、あでも外野になったんですよ、外野になったんですか、そう、プロに入ったら外野になったんですよ、で6試合、はい、1軍で、はい、2割8分6厘、うん、打ってるじゃないですか、結構2軍でも打ってる、はい、だからね、ドラゴンズの選手、うん、1年目から2軍ではいい活躍してるっすね、はい、で、1軍の壁に阻まれてるだけで、うん、はい、でもいい形っすね、であとは竹内投手が、出場なし、はい、育成の松田投手も出場なしと、はい、っていうところで、まあでもいい形ですけどね、ドラフト。そうですよ。で、与田監督はね、はい、交渉確定を見るのが快感になってきた。おお。まあ根尾も引いてるからね。はい。2年連続で引き当ててるから。で、石川は地元のスター、地元で活躍させ球界のスターになってもらいたい。いいドラフトができた。うん、まあまあでもいい感じじゃないですか。だって。この5人、6人中、うん、まあその支配下の選手で言えば6人中、4人1軍経験してるわけですよね。そうそうそう、でしかも2軍ではかなりの高い数値の結果を残してるから、はい、うん、そう考えると今後に向けては明るいですね、うん、そうですね、だからね、1年目の評価としては、
B です。B。はい。A ではなくて。いやだって別に一軍でバリバリの人いないじゃん。いやでも総合的になんかこういい感じにいったなみたいな。B だ。だから B。だから B なんです。A は。はい。A だから。A はそんな簡単じゃないから。はい。だから B です。B。うん。おお。だからいや未来に向けては知らないよ。はい。1年間で言うと、うん、だって1軍で言うと。良くもなければ悪くもない感じじゃん。そうですね。1軍の成績でいうとね、うん、2軍の成績だともうグッドでしょ、はい、いいってことでしょ、うん、でもあのドラフトは1軍のためにやってるからね。そう、2軍を強くするためにやってるわけじゃないわけ、はい、いやでも未来のためにも一応ね、うん、やってますから。そうそう、でもそれは2年後以降のドラフトの評価で、これ1年間だけだから、ね、はい、確かにそうですね、うん、だからそう考えると B です、うん、はい、はい、分かりました。まあでもいいんじゃないですか、うん、来季に向けてもね、いやいい感じですね、含めてあの、うん、ここからどこまでね成長していくかっていう、2軍でもしっかりね試合も出てるし、しっかり結果も残してるから楽しみですね。はい、来年以降が未来どんだけ成長してくるのかっていうところ、そうそう、さらにね、はい、さあということで今年のドラフト戦略でいうと、はい、中日は得点が346と最下位、はあ、ダントツの、はい、本当だ、5位のヤクルトより約50点違うからね。巨人と100点違いますね、うん、去年の打率どこ行ったんやっていうね、うん、で失点が392と3位、うん、はい、だから失点少ない、うん、でホームランが56本で、まあ、ダントツ最下位、はい、で盗塁が23個で DeNA に続いて、同率5位、まあ、実質上の最下位、はい、で打率が2割4分7厘で、阪神と同率で5位、うん、だから事実上最下位、はい、防御率が 3.84 で、同率3位、うん、DeNA とエラーが38で少ない、少ない2個目2位、うん、っていうところで考えると、はい、まあ打線だね、うーん、今年においては、まあ、得点がね、うん、やっぱ100点違うってことは、はい、今だいたい100試合だから1試合1点違うからね。そうですね、やっぱそれはでかいよね。うん、去年打率がすごく、まあ、打撃良かったわけじゃないですか、うん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 、1年にして何がこんなに変わるもんなんですかね。まあ怪我人が途中でちらほら出たっていうところと、うん、まああの打つべき人が打ってないから下がるよねみたいな。あ、まあ、そうか。だからまあ強打がね、はい、2割2分9厘、はい、で高橋周平は3割1分3厘でしっかり打ってる、うん、で阿部が2割3分4厘、はい、で平田2割2分9厘、この3名が落としてるよね、うん、で大島が3割5厘と打ってて、はい、で木下が2割6分9厘、うん、でアルモンテ2割9分、うん、福田が2割4分、はい、でビシエド2割6分5厘だから打ってる人は打ってるんだけど、うん、そのこう間ぐらいがいないね、うん、2割7、8分っていうのがいないの。あ、なるほど。まああのビシエドが2割6分5厘っていうだけで、はい、2割7、8分がいっぱいなくて、うん、まあ、あれもだから外国人以外の日本人だと3割超えか2割5分以下みたいな、うん、っていうところが押し上げれなかったね。差が激しいですね、うん、でもだからでもここ人はいるから、じゃあ新たに野手取ってそこに誰か入ってくるかっていうと、うん、多分入ってこないと思うんだよね、うんうん、ショートは多分強打だし、だから強打の後には根男が控えてるわけでしょ、はい、そうですね。でサードとか石川が控えてるわけでしょ、はい、うん、だからまあでもね戦略で言うと、うん、これ外野取った方がいいと思うんだよね。あ、そうですか、うん、その、まあ、大島平田、はい、でそしてまあアルモンテとか福田とか守ってるんだけど、その大平田とか怪我しなくなった時に、まあ、若干そう薄いなと思ったんだよね。あの野手で言うと、まあ、全体的に野手で言うと遠藤とか、はい、1割8分9厘、医療2割3厘とかね、うん、石垣1割4分8厘とか、うん、武田0割9分4厘とかね、うん、で、どの上が2割、うん、で、ネオが0割6分7厘でしょ、はい、だからね、その野手の控えの層がね圧倒的に薄いから、怪我人出た時にもう替えが効かないから、うん、確かに、だから外野は取った方がいいかなっていう、うん、そうですね、外野の、まあ、バランスの取れた外野手、はい、まあ、なかなかいないけどね、走攻守揃ったような感じですか、うん、でもどっちかっていうと、うん、あのパワー系打てる感じのパワー系の、うん、まあ、足とかそこそこ遅くてもいいから、はい、まあ、守備が無難で凝らせてちょっとパワー系が欲しいかなっていう、うん、最近の日本球界はね、はい、ちょっとこれ表現が正しいかどうか分かんないんだけど、ちょこちょこしたやつばっかりなんだよね。ちょこちょこってどういう感じですか。だからもう
ホームラン打ちません、足で稼いでやりますよみたいな、はい、だからいわば小深田とか、あ源田とか京田とか、はい、うん、だから岡本とか、はい、そういう村上とか、うん、安田とかの感じの外野手、はい、ああなるほど、まだちょこちょこイコールすごい綺麗にバランスの取れた選手ってことですね。でもそういう人多いんですよ、はい、だから長打力ないんですよ、一芸に秀でてる選手の方がいい、だからどっしり感のあるやつが欲しいよね、外野に。がっちり系ってあんまりどこの球団もいないですね。で吉田正尚選手みたいな、そうそう、そういう系、そういう系、そういう系だから、もう外野で言うとね、うん、はい、だからそういう系が欲しいよね。だから平田みたいな感じの若いやつが欲しいよね。じゃあこれは1位は、うん、でもやっぱりね、ピッチャーもいるね。でもそうですよね。でも中継ぎも福祖父江、はい、マルティネスと、うん、7回以降勝ってたらもう20何連勝中なので、ね、うんうん、っていうぐらい、まあ、カチッとはばってきて、はい、これがね、うん、この中日の終盤の戦い方が俺を惑わすのよ、はい、順位予想、はい、あれ強いんちゃうみたいな、来年強いんじゃないって、うん、これがね、はい、その前半のこと忘れさせるよね後半いいとね、やっぱね、終盤いいとイメージ良くなるじゃん、はい、なんか終わり良ければみたいな、はい、これがね、また来年の中日の順位予想を惑わすんだよね。また来年とかも、いや来年はいけるなって、いけんちゃうかみたいな、うん、でもやっぱちょっと先発いるね、はい、あとね、うん、ドラゴンズのやっぱ最大の問題は大野が FA するかどうかっていうね。そこですよね。もう大野 FA するんだったらもう絶対いるわけ、ピッチャーが、はい、1位2位で、うん、白いんだったら1位2位で俺は外野とピッチャーでいいかなっていう。でも FA ってドラフトの後ですよね。そうなの、うん、でも多分もうここら辺ぐらいから話し合ってると思うの。あ、そっか、何気に、はい、だから分かるよね、うん、もし多分ね、あの上位に投手陣集めにしたら、あ、出ていく可能性あるなっていうそこも見えてくるそうそうそう、え、これね、FA のレギュラークラス持ってるチームは、うん、ドラフト見ると、あ、出ていかれる可能性あるなっていうのが分かる、うん、仮にこれがもし上位で野手2人とか取ったら、うん、青の出ていかないんやなってなるじゃん、残ると、中日で言うと、うん、でも上位3人ピッチャーピッチャーピッチャーみたいな、左みたいな感じになると、はい、あれ、これ交渉うまくいってないかなっていう。そうですね、わかりますね。だドラフトでね、はい、FA 持ってるチームの FA 具合が分かりだす。そうですね。でもね、うん、中日のもう1は俺知ってんのよ。あ、まず知ってんですか。うん、それ教えてくれるんですか。教える。CM の後。はい。はい。ドゥルルルダン。はい。第1回選択希望選手。中日、高橋宏斗、おー、投手、中京大中京高校です。右の、はい、慶応に行くか、うん、プロ行くかっていうので悩んでたらしくて、はい、プロ志望届出したんですよ、はい、出してなくて、ずっと出したんで、はい、もう地元なんで、はい、もうドラフト1位は高橋投手です。そっか、地元ですもんね、はい、中京大中京で、プラス2位で、はい、2位も知ってんですよ、僕。お、知ってんですか、うん、残念ながら、はい、2位いきます、はい、第2回選択希望選手、中日、栗林投手。え、どこの方ですか。トヨタ自動車。へぇー、地元です。あ、地元で1位に行くだろうと、まあ、こう投手ね、うん、はい、これ行くんちゃうかっていうね、うんうん、この2人を、はい、で、3番目ぐらいに、まあ、外野、うん、欲しいかなっていう。なるほど、まあ、外野の、まあ、この2人を地元なんで多分行くと思うし、はい、でもしだから2人取れたら1位に、で3位に外野、はい、マスト、うん、どっちが9時になって、もしくは2位のウェバーで栗林投手がどっか1位で入っちゃって、はい、取れなかったら2位外野、外野両方取れなかったらきついね。うーん、あの、いい即戦力になりそうな外野いますよ、袴田情報で。で、一つだけ言っていいですか、はい、近代の佐藤君以外にしてくださいね。もちろんです。おー、違いますよ。いいじゃないですか。ですね、はい、JFE 東日本の中澤選手っていう、はあ、いいんすか、静岡高校出身なんですよえ、後輩やん、はい、乗ってる、これに乗ってると思いますよ。乗ってます、乗ってるかな。社会人、社会人、静岡高校早稲田 JFE 東日本ですよ。今川、中澤です。これには載ってないね。え、ちょっとちゃんと探してくださいね。だって JFE 東日本は今川優馬選手っていうのは載ってる。 JFE 東の平山、あれ載ってます。あれ、ん、
JFE 東日本、はい、峰本拓実に乗ってます。あら、あの中澤選手はいないですか。うん、こんなに乗ってるけど、のこれ中米には乗ってないね。あれでもいいんでしょ。あのいいって聞いたんですよね。え、誰にあのでもあのドラフトレポートみたいなね、こう調べると載ってるんで。あ、そうなんですか。いますいます。でもいいでしょ、袴田レポートによると。はい、就職なんて俊足強肩のセンターですよ。あ、そうなんですか。はい、じゃあちょっと注目して見ときたいですね。はい、これね、外野はね、中央大学のね、はい、磯畑亮太選手っていうのが、はい、あのサニー・ブライアンに勝った男として、へー、 100m 走で、はい、中学校時代10秒79っていう、近本とかね、はい、赤星とか、うん、そういうタイプですね、はい、でも中日はね、うん、そういうタイプじゃなくて、やっぱこのガツンっていう方がいると思うんですけど、はい、まあ、この1位にはこの2人行くんじゃないのかなっていうね、うん、ところです。だからまあでも外野、はい、うん、外野と先発は、まあ、上位で取ってくるだろう。あ、上位で欲しい、ね、はい、だからまあ1位は高橋君で、うん、はい、2位に栗林選手、はい、栗林選手が行くんちゃうかと、うん、あとはまあ外野手は取った方がいいかなっていう3巡目までにね、はい、っていうところはあります、ドラゴンズ。はい、はい、どうなるかな。じゃあ、 あの当日注目ですね。そうですね、はい、はい、